皆さんこんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。私は幸です。日本語の発音と口語の指導をしています。今から一緒に慣用句の勉強をしましょう。日本語の慣用句とは、2つ以上の言葉が組み合わさって元の意味とは違った意味になる言葉です。今日は物に関する慣用句です。一緒に発音しながら意味を確認していきましょう。油を売る。無駄話などをして仕事を怠けること。そんなところで油を売ってないで仕事に戻りなさい。油が切れる。活動の原動力がなくなること。最近彼、油が切れたように元気がないね。お茶を濁す。いい加減なことを言ったりしたりしてその場をごまかすこと。こら、肝心なところでお茶を濁さないで。釘を刺す。相手が言い訳などを後で言えないように何度も言うこと。母から大事な服を乾燥機に入れないように何度も釘を刺されたのに。橋を渡す。両者の間に入って仲を取り持つこと。私が二人の橋を渡すしかなさそうですね。天井知らず。物価や相場がどこまで高くなるかわからないこと。今日の株価は天井知らずで、すでに資産が2倍になった。弓を引く。目上の人や尊敬する人に背いたり、反抗すること。部下に弓を引かれるなんて気の毒ですね。筆が立つ。文章が上手であること。彼は筆が立つから、パーティーの招待状は彼に任せよう。濡れ衣を着せる。無実の罪を負わせること。彼は記憶が曖昧で、私は危うく濡れ衣を着せられるところだった。
本日のお話はここまでです。もしこの動画が面白いと思った方は、ぜひいいねボタンを押して教えてくださいね。そしてもっと勉強がしたい方は、おにぎりくんのサイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また、個別指導をご希望の方は、そちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。